今までのサンダルが寒すぎるので通販でモコモコのクロックス買おうとして、こんな感じのあったかいやつ買ったんですけど、クロックスだと思ったらアモジって書いてあるクロックスっぽいやつでしたでも結構大きくて、今この足包帯巻いてここにね固定してる足なんですけど、ちゃんと結構ぴったり入るので安定感もあるし、あったかくてよかったです。とりあえず冬は乗り切れそう。これで頑張ろう。はい、2021年1月10日の今夕方、なんと夕方っていうか夜18時40分ぐらいです。夜型なんで朝型に寝るんですけど、ここ数日骨折ってから毎日2時間ぐらいしか寝られなくって、なんか足にこう違和感があったり痛みがあってもどもどしたり、あと寝返り打つ時に痛くって目が覚めちゃうから、すごいそのゆっくり寝られないのがすごい辛かったんで、ちょっと睡眠導入剤みたいな感じの寝られる薬を飲んだらめちゃくちゃ寝れて、まだ眠いですめっちゃ眠い。今度は13時間弱ぐらい寝ました。はぁ、眠い。ちょっとね、痛みで寝られないのも辛いけど、起きたい時間に起きられないのも辛いですね。もうちょっとこう足が良くなってきたらね、いいんだと思うんですけど、私もともとがあんまりこう寝つきがあんまり良くなかったりするタイプなんで、寝るのが上手じゃないんで、とうまく寝られるようになるといいなと思います。でも今日もこの後配信なんで頑張ります。2021年1月12日です。骨折から1週間経ったので整形外科に行きます。買ったタイツがねめちゃくちゃ良くて、すごい長めの男性用の裏筋毛のやつなんですけど、こういう感じでかかとまで、そしてこのこれも裏起毛の大きい靴下でカバーしたら結構あったかく動けます。松葉杖を借りることになりました。レントゲンを見たら横にのズレはあんまり変わってなかったんですけど、こう縦にというか地面との接地面とのズレっていうんでしょうか、がちょっとズレてて、骨が、まあ、あんまりつま先ちょっとついてしまったり、つかないように気をつけてはいるけど、なんかちょっとついてしまったりするとズレやすいので、まだくっついてないから骨が、だからできるだけ外を出ている時とかはこの松葉杖をつくようにということでお借りすることになりました。松葉杖ちょっと練習してみたんですけど、結構腕がしんどいのと、あと両手が塞がるのでめちゃくちゃ不便だなと思いました。家の中ではね別にかかとついて歩いてたらいいっていう感じなので、外ではちょっと松葉杖になりそうです。1月16日のになったばっかりの深夜です。だいたい骨折してから10日ぐらい経った感じの足の状態なんですけど、なかなかあざが引かないですね。この辺めっちゃずっと黄色くなってる感じで、あとなんかこの薬指の形がなんかボコボコしてる気がするけど、でももともとこっちの指の形もそんな感じかなって感じです。この固定は前病院行った時から外さずにずっとつけてる状態で、お風呂入る時だけ包帯は
外してます。